まあ、初めて今度は勝ち越しましたから以前よりも高い番付ということになりました。その高田川部屋の竜電と同じ部屋の輝き、こちら5勝6敗。昨日は非常にいい当たり、もろ差しの攻めでした。こちら琴勇輝は4勝7敗、後がありません。突き押し同士、今場所輝きは差す相撲もありますが制限時間いっぱい。たまに手をついて、肩をついて、はい、ちょっと右に動きました。しない輝き、琴勇輝の突き放し、ちょっと足流れましたが、琴勇輝攻勢です。引き落とし、琴勇輝の勝ち。琴勇輝が勝って5勝目、5勝7敗。輝き敗れて5勝7敗となりました。今日の向こう上面は小結栃の花の二十山親方です。二十山さん、はい、輝もよく粘ったんですけどもね。そうですね、まあはい、お互い付き合いになりましたけどね、はい、やはりどうしてもね、まあ、身長の差もありますけども、はい、琴勇輝下から下からの押し上げがありますのでね、あ、だん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 それで状態が起きてきて足が揃うような感じに輝きになってきましたよね。なるほど、押し上げる手が琴勇輝はこうして下から行ってるんですが、輝きは長身ですから上からこう来るような感じになっていたんでしょうかね。そうですね、まあ、それで足が狭くなって揃ったところを、ね、やはり琴勇輝引きで輝きついていけなくなりましたもんね、この引き落としが決まりました。今場所の琴勇輝は立ち合いもろ手突きあるいは頭でというよりも立ち上げてみたり、今日のようにいろいろ考えながらの立ち合いになっていますが、これで5勝7敗、明日碧山、輝き自己最高位西の9枚目で後がなくなりました。5勝7敗で明日竹風です。